さて今回は1963年昭和38年の盛岡の桜です。一足早く満開になる盛岡地方裁判所前の石割桜、岩の割れ目を押し開くように成長する江戸彼岸桜は大正12年に国の天然記念物に指定され、その後火災などの困難を乗り越え、また木の勢いが衰えないよう栄養剤を入れるなど多くの人に守られてきました。そして盛岡市中心部の岩手公園、撮影当時は桜もまだ四分咲きといったところですが、大勢の市民が訪れ、早速会社員などのグループがお酒を手に盛り上がります。盛岡城跡の石垣に生える桜、市民に欠かせない憩いの場所です。そして盛岡市上田の高松の池、ボートも楽しめる盛岡の桜の名所の一つです。今も変わらない盛岡の桜、今年の石割桜は4月29日頃満開となり、大勢の観光客でにぎわっています。